死を俺に一体どうしろというのですか。あなたなのですか、セフィロンよ。やはりまだ残って、ならばどうか俺に啓示を、行くべき道を指し示されよ、迷える信徒に。どうか。ほう、戯れに切なる洞窟を引き上げてみれば、よもやこのようなものが釣れるとはな。お前は誰だ。ここは神聖なるセフィロンの領域のはず。なるほど、ウヌは森人か。ならばそのような認識となるのも致し方あるまい。我が名はウロボロス、真理と世界をつなぐ運命の見届け人。ウロボロス、真理と世界をつなぐだと。良い反応だ、森人よ。それこそがウヌの一族に森人の役目が正しく受け継がれた証だが、それもここで終わる。どういう意味だ。セフィラの民の紡いだ歴史、この千年耐えることなく続いた継承は、ウヌの代で失われることとなろう。失われる。そう、失われるのだ。世の必然、自命の理として敗者がつなぎ保ったものはことごとく失われる。ウヌら人の歴史はそうして積み重なってきたのであろう。ならばなぜ俺はここにある。なぜこの真理の扉に呼ばれたのか。我もそれには興味がある。ただの絵にしか。それとも今のウヌの意志はすでに残り火に過ぎぬ。それでは明日を切り開くことも、過去をつなぎ止めることもできない。だが思い出すがいい、森人よ。その両足がこれまでに歩いた道程、温かな過去、過ぎ去りし歓喜、奪われた平穏を、踏みにじられた明日を、そこにウヌが求めた答えはある。思い出す。そうだ、俺はなぜ、なぜたった一人で砂漠をさまよって。ウヌが全てを思い出した時、その意志の残り火がどのような輝きを見せるのか、この目で見届けさせてもらおうか。そうだ、全ての始まりは、それはお役目を果たすためにグラトニーの王都へと旅立った、あの時だった。歴史は多くの悲劇とともに動き続ける。エンビディアの壊滅、スロースシュタインの動乱、そしてルストブルグで起こった事件。けれどもそれらの出来事はあくまで人の歴史の延長だったが、サガにおける古代竜の復活によって人々は気づき始めた。伝承で語られるのみだった存在すら蘇らせる錬金術の脅威、世界を根底から変えかねない聖石の危うさに。錬金術とは何なのか、それは一体何を礎にして生まれたものなのか。全ての始まり、人々が禁忌の術を手にするに至った始まりの地と呼ぶべき場所は、皮肉に聖石を失い、それでも人の手によって繁栄を得てきた暴食の国のうちにあった。神々の意志は人々の意志を翻弄する。
すまない。ああに至りし極光よ、我が敵に慈悲なき炎を与えたまえ。
し訳ない。
なあ、そうだな。どうした？そうだな。なあ。そうか。なあ。なあ、ほう、え、
ありがとう。Thank you.
いや。
断る。すまない。我は思考へと恋に。天井の扉は等しく無くなる魂に開かれる。救いたまえ、救いたまえ。
来救いたまえ。母なる大樹セフィロに我が頂きし至高の騎を。3のセフィラと4のパスを越えて迷える者を救いたまえ。失礼。はい。はい。なるほど。
失礼。Oh.
何だと。
なるほど。すまない。お願いします。さあ行くぞ。you
処する。
ましょう。いや、そう。
Hmm.